タブレットに戻したら画角が難しいですね。こんばんは。なんか、うん、ちょっと今日はメイクがメイクをすごいね、メイクをね頑張ったんですよ。でうまくいったんですよ。なのに髪型がうまくいかなかった。だからツインテールです。こんばんは。なんかそう、量産型メイクとか言われてるものがあるじゃないですか。あのあれって目大きく見えるかなと思って頑張ったんですよ。なのにめっちゃうまくいってるんですよこれ。でも髪型が下手くそだった。ピエンってことですね。サーティワン食べれなかった。食べたかったんですけど食べれなかったです。そう、サーティワン食べたくて、今めっちゃ食べたくて。あ、でもアイスは食べました。そう、アイスは食べれたので結果オーライみたいな感じ。え、すごい、こうやってやるとめっちゃ漏れてるみたいになる。そう、このなんかタブレットで配信すると字が大きく見えるんですけど、なんか古いやつなので色調、なんか色調色彩がちょっとバグってる。あ、やばい、頭が髪の毛がないですね。そんな感じです。あ、フォローしてくださいって書きます。たた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 、フォローしてください。うん、絵文字を探して、わかんない、絵文字の探し方がわかんない。うん、わかんない。あ、これできるかな。出てったらいいんだろう。でん、これでいいや。今日はいつもの服、よく着てる服ですね。そう、顔文字だ。そう、顔文字です。絵文字は打てない。そうなんですよ。今なんか言おうとしたんですけど忘れちゃった。なんだっけ。そう、ちょっとねカラオケ配信はねしたいなって思ってたんですよ。なんかそう、またいつかしたいなって思ってたんですけど、ちょっとまたいろいろ怖くなってきたので、あのそう、世の中の情勢的にちょっと怖いので、なんかやるんだったらショールームのカラオケ機能なんですけど、どうしようかなって感じですね。ちょっと今も本当に怖いじゃないですか。そう、うん、っていうのがあるので、ちょっと今は迷っております。やるんだったらショールームのカラオケでしか、ちょっと今はあれかなって感じなんですけど、やりたいですね。そう、絵文字って使えないですよね。わかんない。なんかめっちゃ寄っちゃうんですよね。そう、ちょっと不安になってきましたね。そう、不安になってきたんです私も。
けど今日は私はすごく楽しみに今人生を楽しく生きてるんですよ。あ今人生楽しいんですよ私は。とてもめっちゃ何億年ぶりは嘘だけど、すごい久しぶりにアイドルさんの話すると、私キャリールーズさんっていうアイドルさんが好きなんですけど、そう今24時間配信が始まって、毎日はちょっと学校とかもあるから見れないかもしれない、全部は見れないんですけど、多分もう嬉しいですね、幸せだから。見れる時間はできる限り見つつ、タイムシフトで夜なんか寝る時間をちょっと削って見てみたいなのしようかなって思ってます。楽しい。なんか24時間ってすごいですね。24時間でちょっと期限がまだ分かんないので、いつまでかは分かんないので、私はしばらく人生を楽しむことができます。はあなんかそうすごい楽しいですね人生。そうキャリールーズさんめっちゃ好きなんですよね。そうお、みはるちゃんのおすすめしてた小説読み終わった。お、どれだろう。あ、そう最近本を小説をちょっと妹が買ってきてくれたんですけど、そう読みなよみたいな、買ってきてくれたんですけど、そう妹と父がアイドルっていう小説を読もうとしています。今時間ができたら読みます。私なんかアイドルって書いてある小説とアイドルっていうアイドルを題材にした本ばっか読んで、お再開すごい再開、結構分厚いんですよ、でもめっちゃ面白い、ありがとうございます。そうファンの方が結構小説読んだよとか言ってくれるのすごい嬉しいですね。トムとジェリーどっちが好きですか？トムとジェリーどっちが好きですか？トムとジェリーどっちが好きですか？トムとジェリーどっちが好き？難しい。ジェリーってネズミですか？ネズミですよね。え？難しい。ジェリーですね。かわいい。なんかトムとジェリー電気屋さんとかなんかいろんなお店屋さんの服屋さんとかのなんか子供スペースに置いてある、子供スペースに置いてあるテレビ大体トムとジェリーな気がする。あと何が多いんだろう。トムとジェリーとドラえもん、でもトムとジェリーが一番多い気がする。あとちっちゃい時はなんかめっちゃたこ焼きマントマンみたいなめっちゃ見てた。寝る時幼稚園のお昼寝タイムみたいな時だいたいトムとジェリーかたこ焼きマントマン流れてました。セーラームーンは幼稚園ではないかな。もじゃもじゃどれ見たか、なんかアニマックスでずっと見てた気がします。スティッチとかリロ&スティッチとか、あとなんだろう、アニマックスめっちゃ見てたんですよね最近気づいた。カートゥーンネットワークとか見てました。めっちゃ、そう私も幼稚園の時の記憶がない。私SK に入る前の記憶がなくて、ほとんど記憶がないんですよ。で
最近ちょっとずつなんか思い出してます。なんか小学校の時の健康診断とか全然記憶なかった。はい元気ですっていうやつ記憶なかったんですけど最近思い出しました。ポケモンはもう見てましたね。ポケモンはミミロルが好きです。そうミミロルがずっと好きで、ミミロルとミミロップがすごい好きなんですけど、最近だったらデデンネが好きです。そう本当に小学校の時の記憶なんてないかなって感じ。記憶からちょっと消えちゃいました。あ、妖怪ウォッチは見てましたね。妖怪ウォッチはコロコロコミックスから見てました。コロコロコミックスとゲームの漫画とゲームと、ゲームは妖怪ウォッチの一番最初のやつとその次のやつとその次ぐらいまで、違う、わかんない、それぐらいやってました。なんだっけ、元祖じゃない方、本家やってました。たまごっちはたまごっち ID やってましたね。そう、たまごっち ID 緑でした。なんで緑かは覚えてないけど、多分おもちゃ屋さんに緑しかなくて緑にしたんだと思います。私人生で緑が好きっていう記憶ないんですけど、なんか緑でした。そう、妖怪ウォッチは結構やってました。めっちゃやってましたね、普通に。妖怪ウォッチは何が楽しく、なんか虫みたいなの捕まえれる気がする、多分。それを虫なんか捕まえて売ってお金を稼いで、なんかよろずマートで使うのが楽しかった。なんか動物の森と同じ楽しみ方してました。動物の森も魚釣って虫を捕まえて売ってお金を稼いでた。服も集めてはいるんですけど、なんか動物の森もなんかこれでいいやって思ったら、もうそっからなんかやんなくて、なんか服を買い足す意味もなんかなくなっちゃって、で家具もなんかある程度揃ってきたらなんかもういいんじゃないかなって気持ちになってやめちゃうんですよね全部。だからそういう楽しみ方をしてます。ポケモンバトルでお金を稼いで服買って着替えて遊んでます。楽しい。もう集まりはあんまりやってないけど、海潜るのなんか7月にアップデートされて海潜れるようになったんですよね、動物の森が。でなんか7月3日2日ぐらいにちょっとやりたいなと思って、海に潜るのが楽しみだったので、なんか海潜るの楽しみだったんです。ずっと発売された時からいつか使う、なんかできるかなって。でもう本当に嬉しくてなんか海潜ってたんですけど、結構遠くまで行けちゃうんですよ。それでなんか遠くまで行ってたらなんか今自分がどこにいるのか分かんなくなっちゃって、すごいなんか1時間ぐらい抜け出せなくなったんですよ。そう、放置しました。貝とか、あ、貝殻は拾って売ります。深海魚は捕まえ、深海魚なんかウニが捕まえれますね。ウニとカニが捕まえれる。そう、島の周りの海なんですけど、結構それがなんか距離が結構あるところまでなんか行けるんですよね。あるそう、ラコスケにもあったんですけど、なんかラコスケの話聞いてなくて、もう今積んでますね私は。すごい住人の会話全部飛ばしちゃうんですよね。なんかもうずっと
A ボタン連打して、だから何話してたかわかんない。なんか真珠か貝殻集めてみたいな言われて、えみたいな、なんでみたいなって終わりました。今日のお洋服、で妖怪ウォッチめっちゃ楽しいって話しますか。妖怪ウォッチ、あの過去にタイムスリップできるんですよ。素晴らしくないですか。タイムスリップ、なんか昔の世界に行けるんですよ。それがすごい楽しくて、あとなんか空を飛ぶはないんですけど、妖怪ウォッチなので、なんか紫の鏡みたいな妖怪に話しかけると飛ぶ、どっか飛ぶんですよ。それが楽しい。川島は過去に戻るならいつに戻って何がしたい。なんだろう、なんだろう、何がしたいかな。なんだろう、なんだろう、あ、でもなんだろう、竹内まりさんの卒業公演になんか行けなかったんですけど、そう、なんか普通にあの時あの公演にいたことないから、すんなりなんかもうなんかもうしょうがないかみたいな諦めたんですけど、なんか今考えたらなんか無理してでも行くべきだったなって思いますね。なんかそう、なんか塾あったし、そう、私塾そんな休むこともほとんどその時はしてなかったから、なんかもう無理だみたいな思って投げるっていうか、そもそももうパスワードとかも分かんないから、もうめっちゃ今考えたらなんであの時なんか説得してでも行かなかったんだろうって気持ちはあるかなって感じ。あとは何だろう、でもな、何だろう、 何かあるかな。何だろう、入る前に最後に行った握手会で詰めばよかったとかそういう感じ、そういうなんかそういうことしか思いつかないんですよね。なんかダメだ、脳みそがそういうことしか思い浮かばないって言ってます。そうあと個別握手会、そう、入ってからだったから行けなかったんですよね。だからちょっと行きたかったなって気持ちもありつつって感じですね。なんかもっといろんな会場に行ってみたかったですよね。東京とかが一番会場多かったりするじゃないですか、なんやかんや。だからなんかもっとそういうのでおたかつで東京に行ったりとかしたかったなって。今はいけないと思います、多分。そう、なんかそうですね、親をめっちゃ説得してでも行けばよかったなとか、ライブとかもそう、ライブももっと行けばよかったなって思うし、なんか行動力がないんですよね。だからもっと行きたいって思った時に行ける行動力とか計画性がを身につけてたら楽しかったなって思うこともありますね。遠征は京都が最大、京都関西が最大ですね。
本当に押し合わせるときに押せですね。もう今年に入って結構いろんなアイドルさんの活動休止とか卒業とか引退とかを結構発表されていらっしゃるのを見て、なんか本当に押し合わせるときに押せなんだなっていうのは最近すごくしみじみと感じますね。すごい有名なグループさんとかでも活動休止とかもありますし、早く会いたい、みんなに早く会いたいですね本当に。うん、でも愛知県以外も早く会いたいですね。当日券何かしらの形でも会いたいですね早く。あゆかさんが副リーダーすごいですね本当にすごいですよね。あゆかさんって可愛くてかっこよくて、もう本当にあゆかさんってすごい。2月の握手めっちゃ楽しみにしてたから未だに引けてて、そうあのやっぱあれですよね、今年初めての握手会今年初めてのイベントがこの間の7月のだったので、今も7月だ、この間のだったので、そう確かにすごい何ヶ月半年以上ぶりだったんですよね。わあ、そっか結構長い空いてますもんね。でもライブとかは結構アイドルさんとか見てても結構ちょっとずつ再開はしてますよね。でもそう SKE は大人数なんで、48グループはちょっと大人数なので、とどうしても、ね、練習で密になっちゃうとか、会場のファンの皆さんとのソーシャルディスタンスだけじゃなくて、あのグループの、 あのメンバーのその人数的にもすごい難しいんですね多分。この前のやつ県あるのに愛知県民じゃないから泣きました。愛知県以外の方もうちょっとかな、わかんない、もうちょっとかな、もうちょっとだと信じて、うん、楽しみに待ってます。池田楓がいる、かわいい池田楓さん、池田楓さんかわいいですね、かわいいですね池田楓さん、いつかコラボ配信しましょうね池田楓さん。そう東海地方ぐらいに広がっ東海地方での人は広がるといいですね。初めてなのに初見がついてない。でもいます、いらっしゃいますよね、たまに。初めましてって初見マークついてない方。多分、星集めとかでパッて来たとかなんですかね。池さん、川島の誕生日プレゼント紹介し、恥ずかし
恥ずかしい恥ずかしい。なんかあれあげました、幼稚園児が使うやつ、幼稚園児ちっちゃい子が使うコップあげました。やっぱ一人暮らしだからコップあげようと思ってコップあげました。なんか池田さん割っちゃいそうで怖いから、全部プラスチックの食器あげようかなって思ったんですけど、プラスチックの食器全部なんかあげるのちょっと無理だったので、あのコップにしました。やっぱ危ないじゃないですか、落として割ったら。そうだからなんかお皿はあのあれがなかった、プラスチックがなくてなんか陶器みたいなやつだったんで、ちょっとね危ないかなって思って。そう一人暮らしだったらガラス掃除するのも多分大変だしって思ってコップにしました。そう優しさです、優しさ。あとそうキティさんが好きなのでキティさんにしようと思ってキティさんを詰め込みました。なんかサンリオのショップの店員さんってなんか優しいですよね。なんか一回も怖いと思ったことなくて、なんか私人が怖いっていうか結構なんかめっちゃそうレジ並ぶのもめっちゃ怖い時あるんですよ。なんかもううわってなるんですけど、サンリオショップの店員さんは本当に優しくて、あの私が全部あのキキララちゃんのグッズを全部キキララちゃんであののものだけをカゴに入れて持ってっても絶対に毎回あのおまけなんかプレミアムみたいないうおまけなんかおまけつけじゃないですか、つけてくださるじゃないですか、こういうこういうのを毎回絶対聞いてくれるんですよ。キキララちゃんにしますかとかじゃなくてもどれがいいですかで、なんかキキララちゃんにしますって言ったらすごい笑顔でキキララちゃんですねって言ってくれる、優しい。そう丁寧、すごく丁寧ですね。いやそれが仕事でも、まあ、そうなんですけど、それが仕事だと言ったらもうそうなんですよけどねそうなんか夢の国の人もすごいですよね。そう私夢の国のなんていうんですか、キャストさんそうとか見るとすごいなんかすごい人って優しいんだなって思います。夢の国に行きたい、行ってみたい。今そう今夢の国のあのグッズを見てます。よく行けない、行かない、行けない、行けないけどレゴランドも行きたいな。ピューロも行きたい、ピューロは行きたい、ピューロに行きたい。私はそうやっぱ人に優しくできる人になりたいですよね。17分。そうなんですよ、なんかそうなんですよね。そうバイトなのに優しいっていうのがすごいんですよね。58分、スクショタイムします。
何も見えない。こうすればいいの？痛い。どうしよう。三、二、一。カシャ。あのカシャって言って三秒後ぐらいにフラッシュが来るやつです。これ。三、二、一。カシャ。パシャみたいな。指短いんですよね、私。カメラ目線。というわけで、皆さん本日もショールームをご覧いただき誠にありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。お、バイト頑張って。おやすみなさい。お疲れ様。おやすみなさい。おやすみなさい。かわいいの撮れた。やった。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。